院長を務めるのが長年東京大学附属病院で眼科医を務めてきた宮田和則医師です。1999年東京から都の城に帰ってきた宮田医師はある異変を感じました。それが翼状片という眼病についてです。東京にいた15年間ではわずか数件しか手術がなかったのですが、こちらに赴任して1年いて非常に患者さんが多いのと手術の件数が多いで、僕1年目で100件以上の手術を しました。だから何かおかしいなと思ってたんですね。翼状片とは白目の部分、結膜が黒目の角膜に侵入してくる眼病。50歳以上で発症が多いとされていて、乱視になるなど視力に影響が出ます。こちらが鼻側なんですね、はい、で鼻側、普通はこれは普通の結膜なんですけれども、はい、その結膜のライン、リンブスというんですけど、その部分を越えて三角形の形で結膜が入ってくると。実際はこの結膜の下の組織が増殖して入ってきてるんですけど、これを翼状片と言います。翼のように見えるのでね、翼状片と言われますね。さらに宮田医師は翼状片を診察する中で、患者数だけではなく重症率や再発率も東京に比べて高いことに気づきました。なぜ同じ病気で地域差が出るのでしょうか。宮田医師は宮崎の強い紫外線が一つの要因だと考えています。紫外線量がもうデータ化されてるんですけれども、南九州とか沖縄というのはすごく強いです、東京に比べると。まずそれが1点。それから仕事ですね、屋外労働者が多い。例えば畜産をしていたりとか漁業だったりとか農家だったりする方は常に当たってますから、もうどうしてもそういう方々はリスクが高くなりますね。こうした研究を重ねてきた宮田医師は、地域の特徴を踏まえた上で治療に当たることが大切だと話します。証拠を持ってあるエビデンスを持って治療するという考え方が医学の基本なんで、ちょっとね、頭の隅っこに自分たちが住んでるところの特徴考えながら患者さんに当たっていくと、より患者さんにとって良い治療ができるんではないかというふうに考えてますね。